はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回も、比べ対決。キリンの、クラシックラガー。はい。バーサス、札幌のラガービーとなっております。はい。どちらも、加熱処理されている。いうことで、こちらの、札幌のこの赤星はですね、基本的に、売ってないんですよね。期間限定なのか何なのかわかんないんですけど。うん。まあ、俺取り寄せましたね。原材料名がラガービールの方は札幌。麦芽括弧、外国製または、国内製造括弧 5% 未満。と、ホップと米とコーンとスターチ。アルコール度数が 5%。で、こちら、キリンのクラシックラガー。こっちはまあ通年ですね。通年販売してるでしょ。原材料は麦芽とホップと米とコーンとスターチ。アルコール度数が 4.5% と若干低い。まあ、こちらをね、飲み比べということで。はい。もうちゃんと賞味期限大丈夫だ。まあ、大丈夫。よし。大丈夫。今回はきっちり冷やしましたから。久々だな、クラシックラガー。クラシックラガー。まあ、だんだんもう暑くなってきましたからね。もう28度とか普通ですからね。部屋の中がもう28度とか。うわ、でも久々だな。マジで。瓶ビール買ったのも久々だ。いただきます。クラシックラガーの方から。ラガーよが苦味が強いな。ラガーよかあの苦味が強いです。うん。じゃあこっち。完璧。なんかこっちやけに冷えてんな。瓶だからかな。瓶って冷えやすいのかな。こっちはそんなに苦くないですね。うん。うん、なんか、さっぱりしてる。癖がないんだけど、なんかさっぱりしてる。さっぱりとした味。うん。なんか、物足りないな、なんかな。なんか物足りないぞ、これ。あ、こっち苦いな、やっぱな。舌にこの苦味が残るような感じ。
キリンのラガービールに比べると、苦味が、こう、じーっと残ってる感じですね。ブランド誕生、以来130年を超えて、それぞれの時代のお客様に愛され続けている、キリンラガービール。その歴史の1ページを飾る昭和40年頃の味わいを、当時と同じ熱処理製法で作り出しました。コク、苦味、ビールの味わいにこだわり、自信を持ってお届けするキリンクラシックラガーは、当時のキリンラガービールを、ご存知の方にも、初めてお飲みいただく方にも、必ず満足いただけるものと確信しております。久々に飲んだ、うめえな、これ。キリンクラシックラガーうまいな。ずーっと俺のラガービールの方飲んでたけど。こっちなんか、味気ねえな、こっちマジで。キリンラガービールは、ラガーの方ですね。130年以上愛され続けてきたホップが、効いた日本の代表的なビールの一つです。輝く琥珀色、爽やかな香り、きめ細かく盛り上がる、純白の泡、ホップの量、質、投入時期、そのすべてにこだわり、実現した喉にグッとくるコク、飲み応えのある味わい。私たちの信じる、ビール本来の、魅力を存分にお楽しみください。でもラガーとはって書いてありますね。ラガーとは低温で熟成させるビールのこと。これを仮面発酵って言いますね。キリンラガービールは美味しさをたっぷり引き出すために、約マイナス1度の低温でじっくりと熟成させます。と書いてあります。なるほど。大体日本のビールって仮面発酵なんですよね。逆にドイツとか、そこら辺の、まあヨーロッパとか、は、上面発酵って言って、大体確か60度ぐらいで発酵させる、タイプの。ペールエールとかはもう、全部それなんですよ。札幌。あ、うまいな、これ。キリンクラシックラガーうめえな。札幌ラガービール。これもね、でもね、うまいと思ったんだよ。ぶっちゃけた話。でも、改めて飲んでみると、あれ。右手に赤星、左手にグラス。飲食店で飲み継がれてきた赤星は何と言っても、手酌のスタイルが似合います。瓶とグラスが触れ合う心地よい音、グラスに気持ちよく流れるビール、注ぐ時間がその一手間が赤星をぐっと美味しくします。伝統の赤星、札幌ラガービール。現存する日本で最も歴史のあるビールブランドである札幌ラガービールは、程よい苦味が効いた熱処理ビールならではのしっかりとした、厚みのある味わいが特徴です。伝統の美味しさをどうぞお楽しみください。やっぱりこっちよか、明らかにこっちの方がその、
コクと苦味のバランスというか、あの、総量が違うね。あ、断然こっちの方が苦いわ。うん。これあれだな。これもでもね、結局ね、あのね、もうだから、今5月下旬だけど、これがもう7月とか8月になってくると、これどう変わってくるかわかんないですよ。だから。やっぱさっぱりしたこっちの方が美味しいとか、絶対なってくるんだって。まあわかんねえんだけど。でも現在今の時点ではちょっとこっちの方が美味しいと思います、僕は。ああ、そっか、クラシックラガーこんなうまかったんだな。ずーっと俺、キリンラガーばっか飲んでたけど。ああ、美味しいわ。うん。苦味。に加えてコクです。コク。こっちはね、やっぱコクがね、薄いんだな。コクがあんまり感じられないですね、これはね。ということで、キリンのクラシックラガーの勝ち。それではご視聴ありがとうございました。